きた越えてきた、そんでここ行った後にまた、もうなんでよもうどうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日はですね、絶叫トレインコースターの、最終回にしようと思ってやっていったんですが、なかなかねちょっとクリアができない状態が続いておりまして、っていうのもですね、スマートフォンの性能が非常に低くてですね、僕がアクセルボタンを押してから反応するまで結構なラグがあったんですね。なので微妙な速度調整、パッ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 ってこの押して離して押して離してとかで調整するとかもできないし、絶妙なタイミングで、なんか行かないといけない振り子のところも行けないし、なんだったら安定しないですね、通常のコースもね。なのでチートを使うことにしました。さあということで、 iPhone SE だった僕が iPhone7 になんと8万8000円使ってね、チートを使いました。僕 Y モバイルなんでね、 iPhone7 でも8万8000円するっていうね、なかなかの高額使いましたけれども、まあそんなこんなでね、機種を変えたことによってこの広告の幅がねちょっとキュッてなって、パワーのところにねかからなくなったんですね。でそしてここですね、もうブレーキとかアクセルとかがパッ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 とこの好きな時に押して離してができるんで、思った以上の減速とかがないんですね。これねマジでやりやすいんですよ。やりやすさのレベルが違う、ね、ここの橋とかも毎回ちょっと危ないっていうか、2回に1回ぐらいしか越えられなかったんですけど、余裕でいけるんですね。ほんで、もうこのスピード調整とかも割と自在にできるようになってるから、慎重にここも進んでいき、まあ、70キロちょいぐらいで進んでいけば、なんとですね、今までは減速してたせいでここの時間が毎回すげーギリだったんですけど、割とね余裕を持っていけるようになってるんですね。はい、そして振り子まで到着しました。この振り子はですね、マジでいつもこのパワーを押してから、ほらほらこうパッパッパッパってできますからね。でまあここのタイミングを合わせて好きなタイミングでいけますよと。よし、ちょっと覚えてこれ4つ目から、ここあこれのタイミングちょっとダメですね。4つ目のところ行って、こっちか、こっちですね。はい、よし、こっから、右行く、左行く、よし、このタイ、ダメだ、違う、ここら辺で行け、どうだ、うし、行った、行ったぞ、おい、ちょっと待って、乗ったけど傾いてる、乗ったけど傾いてる、どうだ、どうだ、あー、もうちょっと、4つ目に合わせて、一番右行った、このタイミングだ、あー、全然ダメ、ちょっと待って、全然ダメだ。全然ずれた。でも反応が早いのは素晴らしい。そうか、じゃあ今ので全然ダメだったから、もうちょいか、もうちょい早めにだな。よし、さあこの辺だ、行ってレッツゴー。ここちょっと早く行った、オッケー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 。だけど左にガツン行くな、ちょっとこれ多分ずれてるよな。いい、でもこれずれた状態だけれども、ああちょっと爽快感もさえありますよね。100キロで入る、そしてここの最後のところだけねちょろっと気をつけて、ちょっと調子こいた。変わったことによって余裕すらできてるんで、ここら辺も慎重に行っとけばねもう大丈夫なんですね。オッケー、時間もだいぶ余裕やし、よし、こっからちょっともう振り子マジでねクリアして、何来るまでに時間かかってるから、ちょっと本当にこのチャンスで決めたい。右に行く、このタイミング、あ全然ダメ、あ止まりきれなかった、もう次行くで右行って、ここのタイミングによし完璧、いや完璧でもね、毎回当たったらちょっとずらされるんだよな。若干車輪脱輪してる感はあるけれども、まあ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 いけるでしょう。こっから次逆向きのね、左から右に来るときにあっちに当たっちまえば逆サイドにガツンってなって、またレールに戻る可能性があるんで、ここはちょっとタイミングでもむずいな。しかも動いてんな足場、ここの足場も微妙に動いてんだよね、なんかこうグラグラね。そして、ここ何で死んだ今、もうちょっとでもこの位置ですね、4個目だとダメだったんで、ここのタイミングでどう、 OK 来てる、これ来たんじゃない、ちゃんとハマってるね、多分ハマってるよね、ハマってる、 OK やった、初めてちゃんと攻略しましたね。 OK いけるいけるいける、このタイミングか。まあとりあえず落ち着いていこう。2個目に
に立って、2個目ちょっと行き過ぎてる、まあこんぐらいですね。で一番左端行ったこのタイミングで、ああちょっと躊躇した。もう思い切り行けば、でもこれ行けそうっちゃ行けそうですけど、これ4回ってなかなか無理ゲーだなマジで。ブランコのところもっとギリギリのところまで攻めて、重なった瞬間に行けば乗ることができましたよ。過去形ですからね。これが本当だとしたらどえれえことだけどな。ちょっとやるだけやってみます。何も余裕がある。よし、長かった。情報を得てここまで来るのに結構な時間を割きましたが、とりあえず、嘘か本当かですね、ちょっと試してみましょう。まあ、ギリギリまで攻めるって言ってたんで、もう本当にちょろちょろね、ちょっとでも行き過ぎたら落ちちゃうんで、この辺か、もうちょいもうちょい行けそう、もうちょい行けそう。わあ、当たった。ガク、ああ当たってるね、触れてるね。ちょっと待って、触れてるね、いけるよこれ。ちょっと、ずれたけど、ずれたけど戻れるか、戻れた。オッケー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 。あ、これすげえ、この方法すげえ。でこの状態だったら乗れるよね。あ、戻れる。ああ、なんかすげえずれてる、すげえずれたけど、よし、これ乗ったことによってもう元には戻らない。もういけそうな気がしますよね。さっきの感じだとちょろってこう当たった時点でこの振り子の勢いが相当弱まるのは分かったから、本当に落ちないようにだけ気をつけながら、とりあえず当たっちまえばいいんですよ。当たるまでもうちょっと時間的にはね、時間かかるかもしれないですけど、まあ普通に行って失敗してね、またここに来るまで3分かけるよりは、ここで本当に1分使ってでも1個、おっしゃ、当たった、ガクッと当たってる。で、ちょっと離れとかないと、ちょっと車輪脱輪しそうなんで、いけてるね、悪くないよ、これ。よし、ちょっと、ゆっくり行くよ。本当にここは、マジで時間使わせていただこう。ここは落ちますね。OKOKOK。よし、止めたぞ。止まってるよね。よし。で、ここがまっすぐに来たところで行く。OK。ちょっと待って、これいけるぞ、マジで。よいしょ、止まった。いけてるね。あ、ちょっとずれてる。あ、大丈夫、ずれてない。ちょうど中心にいる。よし、ここのタイミングでレッツゴー。OK。よっしゃい、初の振り子クリアです。さあ、この後は一応未開の地なので、まあ、慎重に進んでいきましょう。全然ゴールかい、これ。ゴールではないですね。あー、結構な G がかかるけども大丈夫。てかまだ結構ありそう。ぐねぐねまだレール見えてんな、あれ。あれなんだ、来たところか、来た道か、あれは。とりあえずこれぐるんと回るから、ここはちょっと勢いがないと落ちちゃう。でここら辺でちょっとまたブレーキ、そしてここでグイン離す。そしてどうだ、桟橋、ここで桟橋。でもこれ時間制限ないから、全然時間制限のない桟橋ほど無意味なものはないですね。ゆっくり行きゃ全然大丈夫ですからね。さあ、そしてあ、曲がるのね、曲がるけど全然余裕。なんだこれ、上り、これ上り止まるけど全然進まんけど、何、ちょっと なんで止まんの。なん、ちょっと、押せてたよね今は。ちょっと、わかんねえ、何、にゃんこ大戦争はいいけど、あ、エネルギーが切れてる、燃料切れかいるから、もう一発ぐらいだと思われ、おし、来た、おし、最後の1個。さあ、そしてエネルギーがあと50ですね。50ありゃまあ行くだろうってところですね。ああ、ちょっと危なかったか、危なかったけども、まあ行ける。よし、で、ここはスピード出しすぎると意外と左右の急カーブがあったから、あんまりスピードは出さんようにしといて、で、
アクセル押したら結構エネルギー持ってかれてしまうから、あんまりパワー押さないように進んでいく。でここは登るときですね。あのグルーンは登るときにアクセルいっとかないと登りきれねえから、ちょっとアクセルで離す、からのもう一発アクセル必要で離すで、桟橋、おお危ない危ない、あ意外とそっか、グルーンで勢いつけすぎてここ来たやつを殺す初見殺しレールですね、でここさっき来たところを行けてる。さ、ちょっと待って、エネルギー切れそうだけれどもどうでしょう、いやなー、でけえ円がある、でけえ円があるから、ここはパワー使わざるを得ない。なんか中間地点か、補給ポイントくれ、どうだ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 、どうだ、さあということで、今日アップした、この状態までで、現在録画時間が11時間分を超えましたパソコンに、所有している動画の時間が全部で11時間でした。それをキュッとまとめて今30分ぐらいに抑えているって感じですね。もちろん録画してない時間もやってるから相当な時間これやってるんですけど、そろそろね、次を最終回にしていきたいと思います。ちょっとでも面白いと思った方は、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。